世界の主要国で GX に関する政策競争が加速しています。カーボンプライシングとグリーン投資促進策を組み合わせ、経済成長と脱炭素の2党を追う政策競争です。この政策競争の中で我が国が掲げた成長志向型カーボンプライシング構想を迅速に、そして効果的に実行してまいります。その成果は21世紀前半の我が国経済力を大きく左右するとの認識を持って政府を挙げて取り組んでまいります。第一に投資促進効果の高いカーボンプライシングです。2026年度から制度を本格稼働させるべく、今年度から GX リーグにおいて排出量取引制度の施行を開始いたします。こうした成功的取り組みに参画し、脱炭素と経済成長の両立に果敢に取り組む企業に対し、思い切った投資促進策で応えていきます。第二に、過去に例のない投資促進策です。GX 推進法によってこれまでの単年度予算ではできなかった中期的な投資促進策に政府がコミットできるようになりました。思い切った中期的な支援策と値差支援制度や新規制の導入をパッケージにして主要分野について提示していきます。第3に暮らし GX の推進です。国民それぞれが脱炭素に貢献し、しかも家計の負担減につながる住宅の断熱やヒートポンプ電動車の導入拡大など、暮らし関連部門の GX に思い切った支援策を速やかに具体化いたします。第4に産業の GX です。ものづくり産業の GX は日本経済の成長と安全を支えるために不可欠です。リスクを取って先行投資を行う企業を強力に支援し、国際的に競争力のある GX サプライチェーンを早急に立ち上げます。合わせて GX 製品が公正に評価されるようにするため、新たな規制制度の導入を行ってまいります。第5に GX を推進するための金融です。今年度内に国際認証を受けたトランジションボンドを国として世界で初めて発行いたします。これをアジアの膨大な脱炭素投資を視野に置いた民間トランジションファイナンスの活性化に向けて展開をしてまいります。年末までに以上のような取り組みを分野別投資戦略と先行5カ年のアクションプランとして、西村担当大臣をはじめ関係閣僚の連携を密にして取りまとめてください。以上です。